やばい、上から狙われる。甘い。貴様いつまで上で漁っているのだ。そんなことしてたらやられるに決まっとろうが。左が怖いんだよな、言うて。おい、間に合った。ほら、ここか、えぐい。危ねえ。ギリ勝ち。今のは負けててもおかしくなかった、正直。かわいそうに。危なーい。公式の更新中で一番強い。さあ来いや。アンサー。イナってどういう意味なんだろうね。なんかよくね、イナとかって言ったりするけど、イナってどういう意味なんだろうっては思ってた。終わった。危ない。風神雷神 OK。 ちょっとめちゃめちゃダサかったんでカットしてもらっていいですか。何風神雷神って超絶感情悪かったんやけど。あいつの方がブレ投げるの早かった。おいしい。先にグレを投げておく。で、多分あいつが出てくるのはこの外側だから、ここの外側に目がけて最後投げれば俺のチェックメイト。いや、当たってんね。どっち。バカなセット。マロさんって関西の人じゃないんだって多分思う人がね結構いると思うんだけど、バチバチ僕エセ関西弁なんで、関西人の方は僕を見つけたらなぶり殺しし、あ、ちょっとそれは言い過ぎだな。それは良くない。それは言い過ぎ。過剰なまでの。これが腰打ちの強さ。アイアンサイトで覗いてやるっていうのも楽しいけど、なんか昔を思い出す。腰打ちで敵をやると。あの時代の腰打ちキルシュがやっぱ一番楽しかったからな。ここら辺の敵とかをさ、これで倒すんよ。このキルシュみんな覚えてる？これが楽しかったんよな。やっぱ腰打ちといったらやっぱ一番最初に来るのは新選組のトモくんだよね。え、で、その次ぐらいには俺来るんじゃない？腰打ちのマロみたいな。な、え、ちなみに俺だってあれですよ。多分最初初めて、そのピック、なんだろう。結構バズった動画が、まあ、キルレ銃の立ち回り系とかそういう感じなんだけど、それ以外で言うと、圧倒的腰打ちだもんな。腰打ちで、ちょっと有名になったみたいなところありますからね、僕。あ、いるわ。いやー、抜き切りたいけどね。結構2人ともダメージ食らってると思うんだけどな。あ、こいつサイガー持とうとしたか。こいつまさかてめえ。あはははサイガーじゃないけど危なかった。なんかいるな。え、ラグピレ？あいつうまい！あいつうまいやつや。どこにいた？これできる。あそこね。オッケー。え、降りた！
あはは、そこ、くごい、くごい部分、くご、くごいあるんや。甘い、タロちゃん。俺、タロちゃん、前や、そんなんじゃダメだよ、タロちゃん。てか、お前、そこから落ちたら死ぬくねえか、さすがに。あ、こっちの方がいいわ。ありがとう。なんでこの車使わんかったんやろね。温泉行きて。口開くたび温泉行きてしか言ってない人がここにおる多分。わあ、むしろ珍しい。ここまで当たった。人間っぽいけどな。違うか。あ、いや違うな。彼は人間か。なんだあいつ。いて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 。お、いや、こいつは、こいつは人間だ。お友達になれるやつこれ多分。え、多分そうだよね。え、違う。え、怖くなってきた。え、じゃあこいつは、こいつは敵だ。どこまでが演技で、あー、こいつは敵だ。めっちゃ人間っぽい動きするじゃん。マジでわからんかったんだが。7人ぐらいが可愛いやつ多分。これも多分可愛い子でしょ。いや、これも可愛いかい。今回多めだね。今回多めです。ごめんなさい。今回は非常に多めです。甘めに見てください。あー、なんか人間。どこだ？あいつはなんか人間っぽい。気のせいか。あと人間だけの戦いそう。人間大怪獣バトルが今まさにここから始まろうとしてます。うわー、くっそ持ってけんか。あいつやりてえな。弱すぎ、周知強すぎ。腰打ちだからできたこと。マジか、こいつ最後。終わりたくない。あぶねえ。俺がルンルンルン。これで死んだら本当にもうめっそ。なんかいるんだけど。対岸にいるんだけど、敵が。あれはもうどうしようもないよね。かわいそうだよね。これなんか台湾いるんだけど。いや、あと2、3枚いるから。上にもいるよ。いや、やばい、めっちゃいるって台湾。え、人間か。次は犬にだ。とんでもねえ名前してんな。あれは人間なのかどうなのかが分かってない。マジで硬い。あ、抜かれた。いや、絶対あっちがいるんだよね。やっぱいるよね。あいつやっちゃった方が早いか。やるか。引かせていただきまーす。ブーン。あと1枚は対岸にいたやつでしょ。枝もらっていくか。あー、であとワンパね。オッケー。2枚ともポンポンポンって抜いてやろうか。おい、抜いてるわ。まずお前な。まず来たまや。おみっちゃん、
やんちゃこそ不正は。お前アミちゃんを見捨てるんか。アミを見捨てるな。男だろてめえ。あ俺のかあっち最高。はい、ありがとうございます。4488ダメージ。これやばい。